曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて日曜日休みの日の過ごし方として映画や取りためたドラマを見るという方多いと思います。まあ、今はネットフリックスとか手軽にいろんな映画を見ることができるいい時代になりました。ちょっと前までは主流だった DVD やビデオレンタル半減してしまってるそうです。2020年の時点で映画などのレンタル市場は5年前からほぼ半減、代わりに動画配信サービスの市場は4倍以上に増えているそうです。レンタルビデオショップ自体もどんどん減少しているようですが、明るい話題もありまして、レトロブームっていうんですかね、2020年ツタヤの渋谷店ではビデオ媒体だけを6000本以上揃えた映画コーナーが新設されたそうです。ビデオ再生機器のレンタルも行っていて、配信や DVD 化されていない作品がビデオで楽しめる点や、 DVD よりもアナログ感のあるレトロな画質が好評だそうです。そうだな、私も本当に数年前までは六本木のツタヤよく行ってましたね。結構当時自分の世代じゃない古い連続ドラマを見るのにハマっていまして、そうだからそう考えると借りなくなっちゃったなっていう気がします。その代わりにもネットフリックス、フール、ディズニープラスだったりとか、本当になんかいろんなコンテンツに逆に入りすぎまして、月いくらぐらい全部払ってるのかな、そっちが大変みたいな感じになってきてるんですけど、そうだな、でもなんか例えば恋人だったりとか家族友達とかとレンタルビデオ屋さんに行って、ああでもないこうでもない、これが次ちょっと借りたいとか、これ見たことある一緒に見ようみたいな感じで過ごす時間みたいなのもまた格別なんじゃないかなと思うんですけれどもね。でこんな中で私がまだそのビデオ化も DVD 化ももちろんされていない作品で、古いやつでねまた見たいなっていう作品がまああるんですけど、それが私が小学校の時に連続ドラマで放送されたうちの父が教師役主演で出てた有吉さらばっていう作品があるんですね。まだ私が本当に小学校低学年だったと思うんですけど、でなんか私その頃まで自分の父がまあ歌手であることは認識してたんですけど、まあ当時そんなにテレビにバーって出るようなタレントさんとかではなかったので、え、お父さんがドラマに出る、しかも主演みたいな感じで、もちろん毎週楽しみに見てたんですよ。でだから子供すぎていまいちまあ内容は記憶してないんですけど、生徒役に TOKIO の松岡さんだったりとか、本当にもう今振り返ってもそうそうたるメンバーがもうバーっとね名を連ねてまして、大人になってからあれもう一回見たいなっていう風にねずっと思ってて、だけどDVD 化はもちろんビデオ化も一切されてなくて、どうやったら見れるんだろうってなって、なんで逆にビデオ化されてなかったんだろうみたいなことをこの間ほんとつい最近ですよ、今年に入ってから自分の親に、まあ、家族間の会話でそんな話になった時に、なんとどうやらその権利関係みたいなのがおそらくあるじゃないですか、それでなんかうちの父がゴーサインを出していないっていうのが明らかになって、お前だったのかみたいなね。でも結構これ聞いてる人で、あ、自分も有吉さらば覚えてますよみたいなリスナーの方ももしかしたらいるかなって思ってね、見たいよね。ただすごく小学生ながらにごめんなさいね、なんか子供って結構何でも受け入れ体制あるじゃないですか、こういうものなんだなみたいな感じで、そういう能力にまあ大人に比べると長けてるのかなって思うんですけど、そんな子供でもあんまり演技は上手じゃないなって思ったんですよ。だからそういうところもビデオ化されない原因の一つなのかなと勝手に思ったりしてるんですけど、まああんまり喋ると後で怒られるかもしれないので、今日も今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けするんですが、じゃあやっぱりこの曲でいきたいと思います。矢沢永吉で有吉さらば。もうこれ見るのもアップ、 you know what this album title
My Bobo, Believe in Moi。焼き付けておきたい景色がある。矢沢永吉50周年記念ツアーマイウェイ開催決定。